岡県内の多くの小中学校で始業式が行われ、北九州市の小学校では子どもたちが夏休みの楽しかった思い出を発表しました。北九州市小倉南区にある曽根東小学校では、体育館で全校児童による始業式が行われ、中村博之校長が、2学期はたくさんの行事があるので、みんなで力を合わせて頑張りましょうと話しました。私のいとことたくさん遊べたことです。いとこがバスケはすごい上手いので、教えてもらってます。オフロードとか、舗装された道路を、走るみたいなそういう教室があったんですけど、それが一番楽しかったです。各教室では夏休みの思い出についての発表が行われ、児童たちは友達が体験したさまざまな出来事に楽しそうに聞き入っていました。